ウマリーロズリーは57秒15。そして直線に入ってくる森和弘、タイミング的には非常に早く見える。そしてスタート地点にはマウロ・アベル・リケーゼがスタートしたところ、チーム日本、そしてアイスサンレーシング森和弘が入った。2番時計更新、2番時計更新、53秒22、森和弘13番。これで1番時計61番アモーレビータのアベリン・マクシメ、2番時計に森和弘、3番時計に広瀬芳正となっています。ソリケージバーラベルチーム日報、55秒49。